こんにちは。こんにちは。みさきです。はい、渡辺です。さっき出しました。はい、みさきの部屋始まりました、はい、よろしくお願いします。今日はお願いしま す。ということで今日はみさきさん、はい、僕がテーマにいます。お願いします。冬にやりたい、はい、シンプルだけど可愛い韓国風シニオアレンジを今日はみさきさんに挑戦してもらいたいと思います、はい、思います。で、やっぱ冬ってやっぱりね、はい、ギリギリまで寝てたいじゃないですか、はい、何やったら今日遅刻したと思うんですけどその時でもパッと起きた時にあ、時間がない、で髪型どうしようってなる方って結構多いかなと思うんですよね。寝癖がすごくてどうしようみたいな、はい、なんですけどこのアレンジだったら、はい、寝癖があったとしても、はい、癖がね、広がってたとしても何だったら毛先がバシバシでもこのアレンジだったらもう簡単にツルンとツヤっぽく見えるアレンジになってます、はい、なのでね、アイロンだったりとかそんな使うことは一切ありません、はい、なのでそのままできるアレンジになってますのでぜひ皆さん参考になさってみてください。お願いします。はい、それでは動画どうぞ。どうぞ。早くやれよ。何もしてない、爆発状態の感じでスタートしていきたいと思います。使うものはダイビング剤のオイルとヘアゴム、そしてクリップタイプでも何でもいいのでヘアアクセを使います。まず何もしてない状態からオイルを手のひらに出して伸ばしていきます。これを内側から毛先、表面と伸ばしていきます。ツヤが大事なのでしっかりとつけていきます。全部の髪の毛を後ろでまとめていきます。表面を手ぐしできれいに平らにしていきます。手ぐしだけだとうまくいかない人はブラシを使っても大丈夫です。まとめる位置は耳よりも少し下くらいの位置でまとめていきます。ヘアゴムで結んでいきます。最後にお団子にしていきます。毛先を下に向けるように小さめにお団子を作ります。このままだと毛先の部分が洋服に当たったりしたりして崩れやすかったりチクチクしてちょっと痒くなっちゃうので、この辺に少し空洞を開けてあげて毛先を中に入れ込んでいきます。少し表面の部分を下にずらしながら隠してあげるとしっかりと隠れてくれます。反対側のここの部分も少し下にずらしてあげて耳を隠すように少しだけボリューム出してあげます。最後にヘアアクセをつけていきます。毛先を入れた側につけていきます。最後に首を軽く振って崩れてこなければ完成です。はい、ということで佐々木さん、はい、結構簡単にシンプルにできましたね、はい、めっちゃ綺麗に見えると思うんですけど、はい、やっぱポイントとしては毛先を下に向ける、うん、そしてその毛先を入れ込む、うん、これだけでツヘアっぽく綺麗なお団子ヘアになります。やっぱね、ダメージが出てたりとか癖がある方ってね、毛先がちょこっと出てたりするだけであんまり綺麗に見えなかったりするもんね。そうですね。この韓国風なのがね、はい、つるんと見せるのがやっぱポイントかなと思いますので、中にしっかりと入れ込むと、はい、そういう風にやれば誰でもね、綺麗にツヤツヤな髪の毛に変身しますので、はい、ぜひ皆さん参考になさってみてください。お願いします。はい、今日もね、最後まで動画を見ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。今後もね、皆さんが綺麗で可愛くなれるような情報だったりとかヘアアレンジをやっていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。お願いします。はい、この動画が良かったらグッドボタンと、あとチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。お願いします。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バーン。花火です。